岩トレ始まるよ。今日も皆さん3分で腰痛予防のエクササイズをやっていきましょう。それでは行きましょう。まずはですね、ももの裏をほぐしていきます。体に対して横方向にローラーを置いて、ももの裏を乗せていきましょう。今日はこのほぐしはですね、ささっとやっていきたいと思います。両手と片足で体を支えて、体を前後に揺すっていきましょう。太ももの裏にコロコロローラーが当たっていきます。このね、ももの裏の筋肉というのは、お尻のところで骨盤の骨にくっついているので、ここのももの裏が硬くなるとですね、骨盤が動きづらくなって、結果的に腰痛につながってきます。さあ、反対の足もやっていきましょう。このようにですね、足ですね、コロコロしていない方の足で地面を捉えて体を動かしていきます。お尻が浮いていて、体重がローラーのところにかかっているような形になります。 OK。 では少しほぐれたので、次はストレッチに入っていきます。まずは、長座ですね。両足伸ばして座っていただいて、手を後ろについてですね、そして体をできるだけまっすぐに伸ばして、お腹に力を入れた状態で体を少し前に押し上げます。よくね、前屈でこういう姿勢になると思うんですけど、これだとね、背中が丸まっているだけでももの裏が伸びていません。なので両手ですね、地面を捉えてまっすぐ、体をまっすぐにした状態で、骨盤からね、前に行くように後ろを押してあげる感じですね。手でプッシュしていきましょう。 OK です。それでは両足をできるだけ開いていきましょう。こんなに開かないよっていう方もですね、無理をしないで、大丈夫です。それではまず横方向に倒していきたいんですが、この時も手をですね、後ろについて、そして斜め前に足の方向へ体を押してあげてください。今ね、実際には僕の手はですね、指で地面を捉えている感じになります。こんな感じでね、カップハンドと言いますが、指で地面を捉えて少し押してあげる、軽くで大丈夫です。で、お腹に力を入れて胸を張る感じですね。 OK。 では反対サイド、体を持っていってあげましょう。胸を張ってお腹に力を入れて、骨盤から曲がっているイメージ、体はね、そんなに傾けなくても足のももの裏が伸びてくると思います。OK。 そしたら前にかがんでいきましょう。胸を張ってですね、手は後ろについて前に体を倒していきます。 OK。 少し体を揺すっていきましょう。左右に揺する、背中が丸まらないように。 OK ですね。では今ほぐして伸ばした筋肉を最後使えるようにしていきましょう。今度はね、立って行っていきます。で、それで片足立ちになっていただきたいんですが、片足立ちがね、安定してできないよという方は、壁なんかにね、手がつけるような位置に移動してください。で、片方の足で立っていただいて、立ったらまずね、片手を伸ばして上に上げてから、水平になるように、手とですね、足を伸ばしていきます。片足でバランス取れる方は両手を伸ばしてね。難しい方は手を壁について片方の手を伸ばしてください。今ね、僕は左手と左足が水平に伸びている状態です。そして戻る、
これをゆっくり5回繰り返していきましょう。ではいきます。1、戻る。2、膝をね軽く曲がってしまっても大丈夫です。ついている方の膝は軽く曲がってしまっても大丈夫。3、そう、ももの裏が伸びていることを感じてください。4、あとねお尻の筋肉も伸びていると思います。5、オッケー。では反対サイド行きましょう。いきます、5回いきます。せーの、1。そう、できるだけ骨盤が水平を保ってですね、こうやって右の骨盤が浮かないで水平を保つ。はい、戻す。3、まっすぐ。はい、戻す。4、お腹に力を入れてバランスキープ、目線は前。5、 OK です。ナイスパッチョ。せーの、いいね。ということで、今日も一緒にエクササイズしていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。